ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。CPU クーラーは、コテツという CPU クーラーを使っています。コテツというのは、近藤勇が使っていた刀がコテツって言います。今回は、新しい CPU が届いたので、CPU を交換したいと思います。CPU の取り外しをしてみましょう。 CPU の上に、べっとりなんか、グレー色のものがのなんかぐちゃぐちゃ乗ってると思いますけど、これは、グリスというもので、 CPU と CPU クーラーの間を、隙間なく熱を逃がすためのものです。コテツの CPU クーラーは、当時購入した当時は結構安かったんですよね。で、まあこれでいいかと思って買ってみたら、どうやらドス V パワーリポートの雑誌で結構アワードを取ってしまったり、価格 .com もアワードを取られてるみたいで、結構いい CPU クーラーだったみたいです。今使っている CPU が Core i5 の6500というタイプで 3.2GHz のものです。インテルの1151というタイプのソケットで、CPU はただ上に乗っかってるだけなので簡単に、ポンと取り外せます。新しく届いた CPU が、Core i7 の 6700K という 4GHz の CPU です。新しい CPU の上にシミオンのグリスを塗ってみたいと思います。これは結構熱伝導がいいみたいです。熱伝導がいいと熱をヒートシンク側に逃がしてくれて、 CPU の発熱を抑えられるという仕組みになってます。周りをテープで囲って真ん中にグリスを落とします。だいたいこのくらいで十分です。グリスを塗ったのでマザーボードに取り付けていきます。ヒートシンクを上から乗せて金具でネジをつければ OK です。Windows で 6700K の認識をしました。ご視聴ありがとうございました。